世界の鉄道一覧アルゼンチンの鉄道アルゼンチンの鉄道ではアルゼンチンの鉄道について記述するアルゼンチンにはかつては総延長4万キロメートル近くに及ぶ世界でも有数の鉄道網があったが道路整備が進んだ20世紀末以降バストラック輸送にその主役の座を譲った現在は旅客列車の運行はごく一部の路線のみとなっているが 貨物列車の運行は本数こそあまり多くないものの、多数の路線で行われている。アルゼンチンを代表する旅客列車の一つである、エルグランカピタン首都ブエノスアイレスと北東部のパラグアイとの国境に面したポサーダスを結んだ写真の塗装は、JR 東日本 E2 系新幹線電車の赤帯塗装とよく似た FA スキームと呼ばれるもので、1980年代より、 採用された。JR 東日本 e 2系新幹線電車の赤帯塗装とよく似た FA スキームをまとう初代アルゼンチン国鉄のディーゼル機関車とフィアット7131機動車。アルゼンチンの鉄道の歴史は1857年にイギリスの会社によって建設された 9.8km の鉄道フェロカリル・オエステに始まる。この路線は 現在のブエノスアイレス市内コロン劇場里とフローレスタ地域を結ぶものであったが、この路線の大半の区間は現存していない。その後、1864年のプラサ・コンスティトシオン、駅を起点とする南鉄道を川切りに続々と鉄道建設が行われ、19世紀末には総延長 16,500km に達した。 これら19世紀の鉄道開発は開拓とその後に行われた牧畜などの開発に伴う主に州政府とヨーロッパ資本の民間会社によるものであった。主力な輸出品目の一つであった牛肉を運ぶ冷凍船の登場も重なり、これらの鉄道は国の発展に大いに関わった。これらの鉄道の中には運営のすべてをイギリスを はじめとするヨーロッパの企業が行うものが多く、そこで労働者として働いた社員はフットボールを娯楽とし、それは瞬く間に全国へ広まり、国を代表する人気のあるスポーツとなった。しかし、1946年から1948年にかけて、それらすべての外資の鉄道と国内資本もしくは修営の鉄道が国有化され、 初代アルゼンチン国鉄が誕生した。しかし、道路交通の発達に伴う鉄道の衰退とともに、初代アルゼンチン国鉄の経営は悪化し、1991年に発生した鉄道労働組合による大規模なストライキの影響で同年から1997年にかけて、アルゼンチンの鉄道は再び民、収営化されることとなった。 この民営化により多くの長距離路線、地方路線は旧廃止もしくは各州に遺憾となった。貨物のみで営業を続けた路線もたくさん存在した。需要の高い大ブベノスアイレス県では、近郊鉄道がいくつかの会社に分かれて存続した。ものの、一部の会社では接客サービスの低下や事故が多発するなど問題が続発した。 そこで2010年前後から段階的に再国営化され2017年までにブエノスアイレス地下鉄といくつかの経営が順調な企業を、州を除いて再び国営化され新アルゼンチン国鉄となった。貨物も1990年代の民営化の際に誕生した民間企業数社を再国有化したが、工述するベルグラーの将軍鉄道では 劣化していた軌道の再整備が追いつかず、貨物列車が脱線する事故が相次いでいる。経営が順調である貨物専用企業は民営のまま存続した。同国の鉄道路線網は1948年の第一次鉄道国有化の際に、路面電車と地下鉄、一部の工業鉄道を除き、歴代の将軍及び、大統領の名前を冠した六鉄道に再編された。 これらの鉄道名は必ずしも列車の運行形態と一致するわけではないが寛容的な愛称として催眠英化を経て催告有化後も一般に使われている。以下に示す。ブエノスアイレスのレティーロ駅からメンドーサ方面への路線も首都圏内では近郊列車のサンマルティン線がメンドーサ市街地でメトロトランビアメンドーサという電車仕様の LRT が運行されているが主力は貨物。線路幅は 1676mm であるが、面倒差市街地区間の LRT 区間のみ、アメリカ合衆国、サンディエゴトローリーの中古電車を使用するために 1435mm に、改めき本線である、レティーロ駅、フニン駅、サンルイス駅、面倒差駅をはじめとする27の路線で構成されている。 ブエノスアイレスのプラサ・コンスティートシオン駅から、ブエノスアイレス州南部及び、バリローチェ方面に展開する大きな路線も、首都圏内の路下線区間では一部を除き、架空電車線方式で交流電化されている。線路幅は、大半が1676ミ、mm、リメートルで、オールドパタゴニア急行の路線に代表される一部支線が750ミリメートル。 高期路線と、強期路線で、共通仕様の駅構内には3線機場が存在する。全44路線で構成されている。ブエノスアイレスのレティーロ駅から、近郊列車のベルグラーの北線が、また、ブエノスアイレスのブエノスアイレス駅からは、近郊列車のベルグラーの南線が発着している。同鉄道全体の路線網は、ブエノスアイレスの港から、同州内陸、 大西洋岸部及び、サンタフェ州、コルドバ州、トゥクマン州、サルタ州、フフ,フイ州など北部方面へ伸びている。貨物輸送が、盛んに行われている。チリ及び、ボリビアの鉄道路線との接続もあり、有名なアンデス横断鉄道もこのベルグラーの、将軍鉄道の一部である。線路幅は1000ミリメートルで、路線や駅によっては、他の鉄道と参戦基準により、 線路を共用。89の路線で構成されているが、そのうちの約50の路線は休止もしくは廃止されている。ブエノスアイレスのレティーロ駅からサンタフェ州、コルドバ州、サンティアゴデルエステロ州、トゥクマン州方面へ展開する路線も、首都圏内のミトレ線区間は大半が第三基準方式により直流電化されている。線路幅は、 大半が1676ミ、mm、リメートルであるが、トレンデラ・コスタの運行区間は1435ミ、mm、リメートルに、開発推進列車の区間は1000ミリメートルに、改めき。一部路線では三線機場により、ベルグラーの将軍鉄道と線路を共有する。16の路線で構成されている。ブエノスアイレスの港から、西の内陸部へ展開する、路線網。 ミトレ線と同じく首都圏内のサルミエント線区間は大半が第3機上方式により直流電化。線路幅は 1676mm。19の路線で構成されている。ブエノスアイレスのフェデリコ・ラクロセ駅から北部エントレリオス州、ミシオネス州方面へ展開する路線網。首都圏内のウルキサ線区間は第3機上方式により直流電化され。 ブエノスアイレス地下鉄の B 線と線路が接続。ウルグアイ及びパラグアイの鉄道路線とも接続し、かつてはブエノスアイレスとモンテビデオやアスンシオンの間をアルゼンチンの車両による直通国際旅客列車が運転されていたが、2019年現在、国際旅客列車はパラグアイとの国境区間であるミショネス州、ボサーダスとパラグアイのエンカルナシオンの間にのみ、 軌動車が運行されるのみ。ブラジルの路線とも接続しているが、線路幅が異なり、そのままでは直通することができない。線路の状態が良くない路線が多く、名目では休止中であるが、ほぼ廃線状態の路線も多数存在する。線路幅は 1435mm。フェデリコ・ラクロセ駅ポサーダス駅間の本線をはじめと、する18の路線で構成され、 かつては、本線が、パラナ川を渡る区間に、鉄道連絡線が運行されていたが、この区間に、大きな道路、鉄道併用橋が完成し、連絡線は廃止された。上記録鉄道以外には、ブエノスワイラス市内にいる6路線の地下鉄、一路線に、系統の路面電車が運行されている。この地下鉄と、路面電車も1990年代前半まで、国有であり、 現在でも、設備一式は、公営企業が保有している。また、大陸最南端の都市リオガジェゴスと炭鉱のあるリオ、トユルビオの間に、日本の三菱重工業が製造し輸出した、蒸気機関車が有名な工業鉄道が存在し、貨物列車が運行されているほか、パタゴニア最南端のフエゴ島には、観光列車を運行する。 世界最南端の列車で有名な南フエゴ鉄道が存在する。ここでは列車の周期点の駅名を示すため、スペイン語版の各駅記事へのリンクを設けてある。なお、運行区間のもとに列車名を示すものがあるが、これらは基本的にかつてのアルゼンチン国鉄及びその後継の各民営企業によって制定されたものが一般に定着したもので、 現在のアルゼンチン鉄道運営組織は、下記のもののうち、鍵括弧のものを除いて、正式な列車名を制定していない。ありがとうございます。